はい。では、GTR 見ていきたいと思います。外装から見ていきます。まずは、フロントバンパーの右前の方になりますね。結構綺麗な、バンパー周りで、ツヤもあって、特に気になるような傷も見当たらないですね。まあ、下覗くとどうしてもちょっとね、擦ってるところはあるかなという感じですけども、まあ、それでもかなりね、少ない方じゃないかなと思います。で、まあ、このリップ部分はどうしてもちょっとね、擦った時の、ヒビみたいのがこんな感じでは入っていますね。あとは、美意識図が、まあ、多少ついてるかなというような、感じです。こんな感じですね。そして、左前の方も、まあ、ちっちゃいと美意識図が少しついてるかなというぐらいで、まあ、全体的にはね、かなり綺麗な、バンパーになってるかなという感じです。こんな感じですね。で、ヘッドライトもですね、左右ともくすみなく、とても綺麗な状態です。続いて、ボンネット。へこんでるところは特になさそうですね。で、ご覧の通りかなりツヤもあってですね、すごく綺麗なボンネットになっております。こんな感じですね。はい。では続いて、左側面見ていきます。まずは左のフロントフェンダーからですね。この辺りもかなり綺麗な状態ですね。爪折りもされていないです。で、ホイールが、レイズのホイールが装着されておりまして、ガリ傷も特になく綺麗な感じです。タイヤのサイズは265、35の18になりますね。で、タイヤの溝はまだ残ってるので、このまま使えそうです。ドアミラーも綺麗ですね。そして、助手席側のドア。こちらもかなり綺麗な状態になっております。で、サイドステップ周りですね。特に気になるような傷は見当たらない感じですかね。まあ前の方のこういうところにね、ちょっとだけあるかなっていうぐらいですね。そして、左リアのフェンダーです。リアフェンダーの方も非常に綺麗な感じですね。ここにタッチアパートが一箇所ありますけれども、まあこれぐらいかなという感じで、左リアのホイール。こちらも特にガリ傷などは見当たらなそうかなという感じですね。で、タイヤの溝は、リアもまだ残っております。そして、ルーフのサイドですね。このあたりも綺麗な感じですね。本当美意識図が一箇所ありますかね。こんな感じです。左側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうですね。続いて、リアバンパー見ていきます。右の方にちょっと傷がありますね。あとは、この辺りもちょっと点々点々点々と、傷があるところがいくつか見受けられます。まあでも綺麗な、リアバンパー周りじゃないですかね。こんな感じですね。そして、トランク。この辺りも綺麗な感じですね。トランクの凹みも特に見当たらなそうですね。そして、リアウィング。こちらも綺麗な感じですかね。若干ちょっとここだけ色あせしてるかなっていう感じですかね。とは、この辺りも少し色あせが出てるかなっていう感じです。続いて、右リアのフェンダー周りですね。ちょっと美意識図が3箇所ほどこの辺ありますね。まあでも、リアフェンダーの方も、綺麗な
状態ですね。こんな感じです。で、右リアのホイールですけれども、ガリキズ、まあ、うっすらちっちゃいのここにあるかなっていう、感じですかね。まあ、あとここもすごいちっちゃいですけど、こんな感じですね。で、運転席のドア。色もね、綺麗ですね。こんな感じになっております。そして、サイドステップ周り。綺麗な状態ですね。で、ドアミラーも、あ、ちょっと傷がありますね。あと上の方が若干色あせし始めてきてるかなっていう感じはあります。そして右フロントのフェンダーです。津波面もちょっとね、擦っちゃって塗装が剥がれてるところがありますね。こんな感じで、まあ、そこ以外は、これもなんかちょっとコンパウンドで磨いたら落ちそうですけども、少し白くなってますね。そして右フロントの、ホイール。こちらも、綺麗な状態ですね。そして、右側面の凹みですけれども、特に見当たらなそうですね。そしてルーフです。こちらもね、非常に綺麗な感じで、仕上がって綺麗ですね。まあ、タッチアップ跡が少しありますけど、まあ本当これぐらいかなという感じですね。はい。では続いて内装を見ていきます。まずは運転席のドアトリム周り、ウィンドウスイッチパネル周り、このあたりもね、綺麗な感じですね。こんな感じです。で、ちょっと下のとこですね、ここだけ、少し破れが出ておりますね。で、スカッフプレートの方は綺麗な感じで、DTR 標準のね、フロアマットが装着されております。で、シートの方もね、純正ですね。シートの状態もなかなか綺麗です。助手席側も綺麗な感じですね。で、ステアリング、純正のステアリングは、ツヤもあって、かなり綺麗なステアリングになってますね。で、ダッシュボード上は、微妙にちょっとね、乗り跡が残ってるかなっていうところはありますけれども、うん、綺麗ですね。エアコンのルーバーも、動くかな。ちょっとでも、渋めな感じではありますね。まあ、こういったことが少し、ちょっとね、傷つきやすいところもありますけども、なんか古い、カセットデッキですかね。カセットデッキですね。ついてます。で、ETC の支えですね。あ、室内は全く、タバコの匂いとかそういうのはね、全然しないです。シフト周りも、綺麗な感じですね。こんな感じです。はい。では、ちょっとエンジンをかけてみたいと思います。火のかかりもね、いいですね。うん、火上がりの方もいい感じです。で、まあ、エンジン始動したての時にこの奥でね、カコッ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 っていう音がしちゃうんですけども、これまあよくね、サンサンで鳴るんですけどもね、エアコンのね、裏側のところでのちょっと音がね、これ鳴るんですよね。まあ、すぐ止まりましたんで、そんなに気にしなくても大丈夫かなと思います。で、ドラレコ付きです。はい。ドアミラーはちゃんと傾くかな。大丈夫ですね。動きますね。
はい、じゃ続いてトランク見てみたいと思います。トランク、トリム類は一通り揃ってますね。よいしょ。ちょっとこの前ですね、バッテリーを変えたので、少しここがヌーネットになってますけども。よいしょ。トランクフロアの方も、綺麗な感じですね。続いて、助手席側です。よいしょ。助手席のドアトリム。綺麗な感じですね。で、スタッフプレートの方も綺麗な状態で、フロアマットですね。シートの方も綺麗ですね。そして、リアシート。リアシートもね、かなり綺麗ですね。こんな感じです。で、まあ、天張りの方の汚れなども特に見当たらずという感じですね。はい。では、続いてエンジンルーム見ていきます。はい。では、エンジンルーム見ていきたいと思います。まあ、エンジンルーム内もですね、まあ、年式なりな、こう、なんでしょうね、こういうサージタンクのね、破片みたいなのはちょっと出てますけども、まあ、それでもね、かなり綺麗ですよね。ちなみに、ハイベルはですね、一回変えてるみたいですね。まあ、なかなか綺麗な、エンジンルームですよね。まあ、ヘッドライトは車外のこの HID のね、がついてるという感じですけども。こんな感じで。まあ、特に、エンジンの方もですね、変な音がしてるというような感じはないですね。では、続いて試乗してみたいと思います。はい、それでは GTR ですね。33、試乗してみたいと思います。走行距離が、まあ、5万キロぐらいですね。非常に少ないですね、年式考えますと。まあ、33R なんていうのはもちろん当社では初めて、仕入れるような車にはなるんですけど、まあ、個人的にはですね、 GTR 非常に、大好きでして、もう過去これまでいろんなね、GTR を個人的にはいっぱい販売してきました。まあ、個人的にもね、GTR は32333435と、乗ってきておりまして、まあ、かなりね、GTR 好きという感じなんですけども、実はですね。で、まあ、ちょっとね、この33、非常に良さそうだなというので、仕入れてみました。まず、走行距離がね、非常に少ないというところと、まあ、あんまりこう、いじりすぎてないというところもいいかなというところで、マクスコの車高調と、富士壺のマフラー、で、レイズのホイールという感じですね。で、まあ、クラッチの方はね、全然問題ないですね。まだまだ全然使える感じです。で、ミッションの入りもね、いいですね。で、アクセルのね、レスポンスと、このパワー感が非常にいいですね。とてもトルクフルな感じです。ただ、足がですね、まあ、個人的にはちょっと変えたいかなっていう感じですかね。なんかちょっと硬いですね。もう少ししなやかな感じの足の方がいいかなっていう感じです。まあ多分このクスコの車高調もそんなにね、新しいタイプじゃないと思うんですよね。あとタイヤはですね、さっきちょっと動画で見てた時はね、溝結構あるかなと思ったんですけど、結構内べりしてまして、内側の方はもうね、溝がなかったので、タイヤは要交換かなという感じです。ブレーキの効きもいいですね。で、この富士壺のマフラーですね、車検対応品のマフラーで、非常にね、静かです。全然うるさくなくて、まあ、心地よいこう RB サウンドをね、楽しめるっていう感じですね。
かなか状態いいですね。ちょっと足が硬いかなっていうところ以外は何にもこう気になるようなところがないですね。やっぱり RB26 の音はいいですね。久しぶりに、GTR 乗ったんですけども、もう昔からですねこの RB サウンドが大好きで、一番最初に買った車は32、その次は33みたいな、そんな感じなんですけどね。やっぱりいいですね。少ないこともあって、やっぱり全体的に結構ねシャキッとしてる感じはありますね。はい、なかなか走らせてもすごくいい状態だなっていうのが伝わってくる1台ですね。では続いてですね、下回りをちょっとね、見てみたいと思います。はい、それでは下回り見ていきたいと思います。後ろからですねちょっと見ていきたいと思いますけども、まあ、目立つようななんかこうサビっていうようなところはですね見当たらなくて、まあ年式なりのね、こう劣化というか、まあでも劣化っていう感じでもないですかね。結構綺麗な感じでこの辺のねサビが浮いてくるみたいなのも特にこう出ている感じは見受けられないですね。マフラーもですねそんなに錆びてる感じもないですね。で、真ん中の方を、見ていきまして、まあ、この辺トランスファーミッションあたりですね、まあ、どうしてもこういうね白錆みたいのはちょっとね、出ちゃいますね。こういうところはまあでもこの辺りも綺麗ですし、ステップ周りこんな感じになっております。そんなにひしゃげてるような、感じは見受けられないですね。こんな感じになってますね。でフロント周りの方も、まあ、特に気になるような、サビなどは見受けられないかなという感じですね。下回りも結構ね綺麗ですね。こんな感じの下回りになっております。はい、以上です。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施とエンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。